ウェレダ、19世紀の作品、アンドレ・シャルル・ボワ・ユモが、ウェレダは、ゲルマン人のブルクテリー族の女祭司であり、予言者。紀元69年から70年にかけて、ガイウス・ユリウス・キウイリスが率いるローマ化された、バタビィ族が起こした、バタビィ族の反乱でなお知られるようになった。彼女は、ローマ軍に対する反乱軍の最初の成功を、正確に予知した。 彼女の名はおそらくケルト系で、女予言者の一般的な呼び名だったウェレット、予言者に由来する。古代のゲルマン人は、女性の中に予言の力を見て取り、女予言者らは本物で、生ける女神であると考えた。一世紀の後半には、ウェレダは、ドイツ中部のほとんどの部族から神と信じられ、幅広い影響力を享受した。 彼女は、ライン側の支流であるリッペカは近くの塔に住んだ。コロニアクラウディアーラアグリッピネンシウムのローマ人、居住地の住民は、テンクテリー族と衝突し、彼女の仲裁を受け入れた。彼女が仲裁者としての役目を果たす際には、死者は彼女との同席を拒まれた。仲介役が伝言を彼女へ伝え、彼女の宣告を施設に報告した。バタウィ族の指導者キウイリスは、 当初69年に起きたローマの権力闘争の際にウェスパシアヌスの同盟者として軍を動かしたがローマ化されたゲルマン軍の弱体化を目の当たりにして公然と反乱を起こした。ウェレダが単に反乱を予言したのか積極的に先導したのかはわからない。しかしゲルマン人が党に隔絶された彼女を女神として崇拝していたことを考慮すれば当時も その点については明らかではなかった可能性がある。70年の初め頃には、キウイリスのように、ローマの市民だった、トレウェリ族の狩猟のユリウス・クラシクスとユリウス・トゥルトルが反乱に加わった。ノーア・イシウムのローマ中東兵は、ウェテラの陣営がそうであったように、戦うことなく包囲された。ローマ中東軍の軍団長、ムニュスルペルクスは、ウェレダのところへ送られたが、 途上で待ち伏せを受けて殺害された。後に、この衛兵の三段回線が露客されると、立比川を遡上して、ウェレダへ送られた。ガイウスリキニウスムキアヌス率いるローマ第九軍団の威嚇行動によって、反乱軍は崩壊した。キウイリスは、クイントスペティリウスケリアリスの指揮する軍によって、故郷のバタビ島へ追い詰められた。キウイリスの運命は不明だが、一般に、ケリアリスは、 ローマの統治と軍への奉仕を両立させるために驚くべき寛容さで反乱者たちを扱ったとされる。ウェレダも数年は自由なまま放っておかれた。77年、ローマ軍は彼女を捕らえた。スタティウスは彼女を捕らえたのはルティリウス・ガリクスとしている。ローマから数キロメートル南にあるアルデイアでは彼女の予言の力を封死するギリシャ語の傾向が見つかっている。 83年か84年、ブルクテリー族に、親ローマの王を受け入れるよう交渉した際、ウェレダは、ローマの利益になるように行動をした可能性がある。タキトゥスが、ゲルマーニアを表す98年のずっと以前に、彼女は明らかに亡くなっていた。ベネディクテナウベルトは1795年のベラダ、アイン・ゾーベロマンにおいて、同年代の人物ブーディカとウェレダの人生を融合させ、 彼女たちを美化して描いた。ナウベルトの作品では、ウェレダは、ブーディカの娘たちが、ゲルマンの女神の魔法の世界で不を手に、入れるようのりを捧げる魔女の役を演じ、ブーディカは、現実の世界へ娘たちを取り戻す。ナウベルトの小説からの大幅な引用が、ショーン・シー・ジャービスとジェニーヌ・ブラックウェルのザ・クイーンズ、ミラーに見られる。 アマーリエフォン・ヘルビヒの1814年の作品台、シンブルでは彼女はベレダ呼ばれた。ベレダやベレダは、リハルト・アーグナーがオーディンあるいは、ウォーデンを、自身の、リングサイクルにおいて、ボータンとしたように、現代ドイツ語への翻訳を試みた際に登場した、綴りである。フリードリヒ風家が1818 18年に書いた、小説ウェリダ・ウンとジェンマを含め、 ベェレダが登場する19世紀の作品は、エドゥアルド・ソボレウスキによる1835年の、オペラ、ベェレダ、1843年あるいは1844年の、エティエンヌ・イポリット・マンドロンによる、大理石の彫刻、ベレダ、フランツ・シュグレトの絵画バレダ、プロファタス・オブ・ザ・ブルック・テリーなどがある。より近年のものには、ポール・アンダースンのスター・オブ・ザ・シー、リンゼデイビスの、 鋼鉄の軍神やサトゥルナリアなどがある。エル・ウォーレン、ダグラスのザ・ベール・オブ・イヤーズで、ウェレダは女予言者出身の聖人あるいは女神として言及される。彼女はデイビッド・ドレイクのザ・ドラゴ・ノード、1979年にも登場する。1872年11月5日、ポール・ピエール・アンリがパリで小惑星を発見したが、 ベレダを叩いて126ベラだと命名された翻訳ありがとうございます。